ご視聴ありがとうございます。こうチャンネルです。お芋さんが半額で手に入ったので、お芋ご飯作っていこうと思います。かなり大きめにカットして10分ぐらいですね、水にさらしておきました。お米は1合といで20分程度ですね、水につけた状態で、置いておきました。お米1合なのでね、お水は 200cc、 そこにお酒が大さじ1入ってます。お塩なんですが小さじ1杯程度でいいかと思いますが、もちろんですね、お好みで調整していただいて結構です。こちらがですね 25g の固形燃料になります。1年ぐらいね保存してたのでパンパンになっちゃってますけどもね、こちら使っていこうと思います。セリアで見つけたねマッチです。キャンプ柄でね、なんか可愛かったのでね購入してみました。今日はねほったらかし炊飯なので、 25g のね固形燃料が燃え尽きるまで火にかけてですね完成になりますので、そこをねちょっと省いて火がね消えたところからスタートになります。保冷保温バッグですね、こちらに入れて10分程度蒸らしていこうと思います。で本日ですね使ったのがトランギアのラージメスティになります。全然ねラージじゃなくても1合でお芋ご飯ならね炊けると思うんですけれどもね、余裕持って大きめなものを使いました。でね、熱いので火傷しないように手袋をねしてね蓋開けてください。立ち込めるね湯気とともにですね、いい匂いが漂ってます。はい、こんな感じでですねお米に焦げもなく綺麗に炊けたと思います。実際ね食べてみて芯がね残ってないこともね確認してあります。お米にお芋、お酒と少しのお塩、すごくシンプルなんですけども、私はねいつもこんな感じで作ってます。大きめにカットしたお芋もお箸で切れるぐらい柔らかく炊き上がってます。ものすごくねシンプルな炊き込みご飯ですけども、美味しいのでねお試しください。